色素沈着とは、色素のメラニンの増加によって、皮膚や爪の一部が黒ずむことである。なお反対に、色素が減って明るくなっている場合は、低色素沈着、あるいは白斑、色素脱出などと呼ばれる。色素沈着は、日焼けによって傷んだり、薬品による影響を受けたり、ニキビなど、何らかの原因で発生した皮膚の炎症や、皮膚の損傷が原因となる。 暗い色調の肌の人では、特に太陽光に過度にさらされた時に、色素沈着しやすい傾向がある。色素沈着の原因は、多くの場合、メラニンが過剰に生成されることである。色素沈着は、局所的化拡散性であり、顔や手の甲のような部分に影響を生じる。メラニンは、表皮の下層のメラニン細胞で生成される。メラニンは、色素の一種で、目、皮膚、 髪など体の色を生み出している。老化するとメラニン細胞が広く分布しなくなり、また体によって制御されにくくなる。紫外線はメラニン細胞の活動を刺激し、細胞の凝集度が高くなると色素沈着が起きる。色素沈着の別の形は炎症後色素沈着でニキビが治ってからシミのような見た目で黒ずんで生じてくる。妊娠により乳首、脇。 背中上部、腹部、太もも、正器など、全身的に、特に色素の濃い部分に、色素沈着を生じさせるものの、通常は分娩後に、全身的に皮膚は明るく戻ってくる。この他に、色素沈着が起こる原因としては、何らかの疾患が背後に存在する場合もある。特定の疾患に関して、外的要因色素沈着は、レーザー治療で引き起こされることもある。 日焼け止めの使用は、日焼けによってたんでさらに暗いブチができるのを防止する。メラニンの過剰生成が原因の色素沈着は、多くの場合、外用の脱色素材が使われ、有効性と安全性、また、使用法に、幅がある。一部の薬剤、特に高容量のものは、アメリカ合衆国では処方薬としてのみ利用でき、ハイドロキノン、アゼライン酸、麹酸、が挙げられる。 また一部の薬剤では、処方箋が不要で、ニコチンアミド、システアミンがある。ハイドロキノンに対する懸念ためトラネキサム酸、ルシノールなど他の多くの成分の市場が成長した。ニキビが原因であれば、原因に対処することが重要で、トレチノインやアダパレンのようなレチノイドの外用薬が使われている。20世紀末から21世紀初頭において、ハイドロキノンは、 色素沈着の治療によく処方されているものの長期的な使用に対しては安全性に疑問が投げかけられており、1994年に世界保健機関は店頭販売しないよう勧告した一部の国でより強く規制されている。アメリカ合衆国では2%濃度のハイドロ機能が店頭販売され、4%は処方箋を必要とする。 EU では化粧品への使用は禁止された。ケミカルピーリングでは、サリチル酸の弱いものから、様々な成分で強いものまであり、強い乖離剤でははるかに多くの炎症を起こし、悪化させる可能性がある。レーザーでは、色素沈着の解消を促す、可能性もあるが、刺激と炎症によって、悪化と、色素沈着のリスクがあるためその有用性は、制限され、特に、ER。 ヤグレーザーや CO2 レーザーは悪化する可能性が高いため使用すべきではない。他の治療法にはマイクロダーマブレーションがある。ありがとうございます。